俺の名前は小峠兜。たくまさん、ご無沙汰しております。兜か、いい面構えになったな。昔世話になった人との再会に驚きを隠せない武闘派の極道だ。春烈を極める覇王戦争は血で血を洗う修羅の世界へ入った。頭、先日阿久津の頭が天王寺組の尖りにより殺されてしまう。さらに南雲の兄貴が爆殺されてしまった。南雲の兄貴、信じられません。くそったれ。阿毛組は短期間で二人も死者を出してしまったのだ。主戦力に加え射程も命を落としている。クソ侵略者どもが生きて大阪に帰れると思うな。気がつけばこの戦争は長期戦へと突入していた。そんなある日、俺はおやっさんに呼び出された。おやっさん、失礼しま…おお、カブトか。いい面構えになったじゃねえか。徳馬さん、どうしてここに。昔皆さんに受けたご恩を返させてもらいに来たんだわ。この人は俺がペーペーの頃、いろいろと世話になった人だ。かつてうちと抗議にしていた篠原組という小規模組織があった。タクマ、そっちの調子はどうだ。阿久津さん、半グレとかいう仁義を知らねえ若造が出始めて大変です。当時タクマさんは若くして組長だった。親父が死んじまって組を保つので精一杯です。頭や親さんとは阿毛組の前身田頭組時代からの付き合いだ。阿毛組は篠原組の窮地にいつも手を差し伸べてきた。ここは篠原組の島だ。荒らす奴は容赦しねえぞ。すいません。阿久津さん、助かります。その代わりに篠原組の島のしのぎに一枚かばせてもらういい関係だった。俺が拓馬さんと出会ったのは組に入りたての頃だった。すまんな拓馬、こんなことまで頼んじまって。ええ、新人教育はずっと担当してたんで。たくまさんが何日か和歌集の教育を担当する機会があったのだ。恥を忍んで言えば当時の俺はヘタレだった。俺の大好きなピーナッツチョコがドロドロだ。直射日光のところにチョコを置くんじゃねえ。ちゃんとせよレックス。すまっせ。しょうもないヘマをしては兄貴たちに原骨をもらう日々だった。そんな有様だから極道への憧れも色褪せていた。この先やっていけるか不安で足を洗うか迷っています。だから拓馬さんに悩み事を聞かれた時にそのことを漏らしてしまったのだ。なるほどな。お前さんは都政で成し遂げたい目標はないのか。目標ですか。なんなら最初はいい服を着たい、いい車に乗りたい、肩で風を切って歩きたいだっていい。都政は厳しいからな。何か目標がないとしんどいぞ。はい。その時に俺は憧れで突っ込んだだけで自分の中に芯となるものがないことに気がついた。たくまさんはあるんですか、何か目標とか。思わず俺は同じ質問を返していた。そして彼が口にした答えは今でも覚えている。俺は男を磨くために都政に入ったんだ。大事な仲間のためなら命を張れる、そんな男になれるようにな。その笑顔がとても眩しかったから。そんな拓馬さんの篠原組だが、近年は苦境の連続。しのぎが減る上に半グレどもが暴れ回りやがる。組の維持が難しくなっていた。そこで再び手を差し伸べたのが頭だった。余計なお世話だと思うが、半グレの排除なら手貸すぜ拓馬。私は半グレを殺して食いっぱぐれを防いでいます。阿久津さん。こうして半グレどもは排除した。須永さん、本当に感謝します。いえいえ、虐殺するタイプの聖人君子なので礼には及びません。しかし拓馬さんは篠原組は限界だと感じていた。本当にありがたいことだ。だが阿毛組に頼ってばっかりじゃ。みんな、篠原組は解散する。俺が不甲斐ないばかりにすまん。いえ親父、俺たちが情けないからです。組がなくなってもついていきます。だから自分を慕う若い者たちの未来を思って解散することを選んだのだ。そんな拓馬さんとの再会に俺は驚いた。篠原組を解散した後は敵に戻ったんじゃないんですか。そうなんだが、阿久津さんのことを聞いたらおとなしくしていられなくてな。そう、彼が再び都政へ足を踏み入れたのは天王寺組によって頭が殺されたという訃報が原因だった。阿毛組長、篠原組は阿久津さんに命を救われました。あの人に返せない恩を組に返したいんです。たくま君、天王寺組を倒すために手伝わせてください。わかった、そこまで言ってくれるならありがたく協力をお願いしよう。はい、ありがとうございます。こうして拓馬さんは阿毛組の協力者になった。
そして翌日、たくまさんとの打ち合わせが行われる。しばし極道を辞めていた俺のことを天王寺組は知らねえ。すると彼から一つの策を提案される。だから俺が協力者を装い天王寺組の懐へ入り込む。なんと彼は奴らを内部から破壊するというのだ。俺は愚連隊として綾波町へ入り、現地の半グレをしらみつぶしにする。そうすれば俺のことを傘下に入れようとスカウトするはずだ。なるほどです。成功すれば内部情報が取れますね。かなり危険な任務だが、確かに拓磨さんにしかできねえ。綾波町へ乗り込んだ拓磨さんはすぐに頭角を現した。クソガキが、なめんじゃねえぞ。破竹の勢いで綾波町に救う半グレやチンピラたちを打倒していったのだ。拓磨さんは篠原組時代から、兄ちゃん、やるなら生きるか死ぬかだ。生粋の武闘派として知られていた。この組織は今日から俺が仕切る。てめえら全員俺の下だ。はい。半グレやチンピラ程度の半端者が叶う相手ではないのだ。綾波町へ潜入して2週間、締めた半グレ組織が7つに乗った時だ。おっさん、なかなか派手に暴れとるやないか。あんたは天王寺組の渋谷さんだったか。よう知っとるやん。俺のファンも増えてきたか。たくまさんの目論見通り、天王寺組はコンタクトを取ってきたのだ。天王寺組の下につくんやったら好待遇は約束するで。関東はいずれ天王寺組の手に落ちる。それは悪くない。その言葉信じていいんだな。そしてたくまさんも予定通りに奴の話に乗った。こうして天王寺組とつながりを作ったが、この半グレ潰してうちの傘下に入るように言うてきてくれ。トップの大竹とは全く会えなかった。また使いっぱしりか。スカウトかけてきた割には扱いが存在ですね。信用っちゅうやつはコツコツ積み立てるもんやがな。自分たちの都合のいいように使うだけ、アジトにも呼ばれない。それでも拓磨さんは辛抱強く奴らの信頼を勝ち取っていった。大阪から真淵の兄貴が来ましたね。勝負決まりや。その男そんなに強いんですか。日本刀の使い手や。強いぞ。そして一月が経った頃、ようやく内部の情報を聞けるようになった。天王寺組尖り派の真淵春人。お前の断末魔聞かしてくれや。関西屈指の剣豪であり、弱闇での戦いで異常な能力を発揮すると聞く。拓磨さんは奴らに怪しまれないように立ち回る。小峠の兄貴、拓磨さんから手紙です。なんて書いてある。炙ってみろ。どうやら真淵って奴が東京に来たみたいです。相当な手だれだと。そして奴らの内情をあらゆる手段を使って教えてくれた。どうやったら大竹に会えるんだ。奴らの野草をつかめば一網打尽にできるのに。その時拓磨さんに一本の電話が鳴る。はい、岸本さん。な、会ってくれるんですか。もちろん行きます。大竹、ついにたどり着いたぞ。その日がお前の命日だ。大竹がついに顔を見せるというのだ。そして俺の携帯に連絡が入る。もしもし、拓磨さん、どうしました。小峠、掴んだぞ。あさって大竹に呼ばれた。場所は奴らのアジトになると見込んでいる。綾波町東側だとは聞いたが、奴ら詳細を言わねえ。当日俺の GPS を追ってくれ。拓磨さん、承知しました。ありがとうございます。その日を奴らの命日にしましょう。狙うは一網打尽、ただそれ一つだ。全員今から用意しておけ。ここで確実に大竹の息の根を止めるぞ。承知しました。こうして俺たちは万全の体制で当日を迎えることになった。拓磨さんの GPS を監視しています。動きは逐次報告します。野田の兄貴と俺は本部から指示を出す役割を担った。その日拓磨さんは指定の待ち合わせ場所にいた。黒塗りが2台だと。何だって。射程が迎えに来ると聞いていたにもかかわらず、なんと現れたのは大竹だった。おー、拓磨君、はじめましてよ。さあ乗って。車で移動ですか。せや、本革シートやから乗り落ちへで。兄貴たちは綾波町の東側に資産。連絡を受けてすぐ動けるように張り付いている。しかしその時だった。なんだ。拓磨さんの現在地を見ていた俺は我が目を疑った。消えたぞ。どうなってんだ。なんと拓磨さんの位置情報を示すマーカーが突然消滅したのだ。俺は即座に各所に連絡する。皆さん、拓磨さんの GPS 反応が消えました。動きがあり次第報告します。
すると小林の兄貴からリターンが来た。カブト、タクマさん対 GPS 処理がされた車に乗せられたんじゃねえの。追跡対策だ。随分用心深いじゃねえか。車から降りたらまた反応が出る。よく見とけ。加えて小林の兄貴は綾波町東に来ない可能性があると言った。タクマさんはかなりの時間車に乗っていた。皆さんのアジトに行くのではないのですか。アジトは神器臭いがな。飯でも食いながらの方がええやろ。しかも尾行対策なのか入り組んだ道ばかり行く。そうして奴らがたどり着いたのは綾波町と全く別の場所にある料亭だった。ここはフグがうまくてな、また来たかったんや。そうですか。病的とすら思える用心深さ、これこそが奴を今まで生かした秘訣なのだろう。本来綾波町の東側に行くはずだった拓馬さんはなんと市政町の料亭に降ろされたのだ。そして GPS の反応が復活。何？市政町の東だと？こりゃやられたな。奴らの宴席が始まる。悪いけど30分しかないね。ハグさっと食うて話すこと話して帰ろうが。綾波町東からも空流街からも間に合わない時間を設定してやがる。たくまさんも作戦の失敗に気づいているはずです。だがそれで止まる人じゃない。ああ、あの人の気性ならたとえ自分だけでも大竹の玉をあげようとするな。そして俺と野田の兄貴は腹をくくる。まず俺は作戦に参加している全員へ報告を飛ばす。皆さん、奴らは全く違う市政町に現れました。綾波町東よりもまだこちらの方が近いので、俺と野田の兄貴で現場に向かいます。間に合うかわからねえが行くしかねえ。俺たちが料亭へ急ぐ間、会合は進んでいた。よっしゃ、タグマ君、大事なことは早めに終わらすとこが。さあ見せてくれ、天尾組の弱点握ってるらしいやん。そう、この会合はこのために開かれたのだ。その時タクマさんは中井を遠ざける。中井さん、コミット話をするから部屋には人を近づけないでくれ。え、わかりました。このスマホに俺が集めた天尾組の弱点があります。各幹部しのぎのスケジュールです。天尾はその辺死ぬほどガード固かったのによう情報を集められたな。蛇の道は蛇、東京ものしか知らないルートがあるんですよ。田中、そのスマホの中身チェックせ。了解です。尖りの指示のもと下っ端がスマホを拾い上げる。しかしそのスマホこそ拓馬さんが仕掛けた最大の罠だった。バカが、天尾組の弱点といえばスマホに全員寄ると思ってたんだよ。そして下っ端がスマホを持ち上げる。なんや、重っ。だがその時尖りが何かに気づく。なやこの違和感は、なんかやばい。その時だった。おらー、拓馬さんが全速力でそのテーブルから距離を取る。それと同時、トガリが超反応を見せる。カシはお守りします。田中、すまん。おお。え、瞬時に大竹に覆いかぶさり同じく距離を取ったのだ。次の瞬間、拓馬さんのスマホが凄まじい爆炎を上げ弾け飛んだ。ジー、田中はその瞬間完全に吹き飛んだ。部屋を覆う粉塵が晴れると、机の残骸の先には半死半生となった天王寺組の面々がいた。大竹は頭から血を流し、尖りに至っては背中がズタボロだった。拓馬さんは先に逃げた分、大竹たちに比べれば軽傷だった。おら、大竹、今だ、今ならやれる。尖りはもう立てないと思っていた。こら、たくま、俺ら裏切るとはええ度胸や。死んで償うしかないど。しかし、なんと奴は血まみれで立ち上がってきたのだ。おら、死に損ないが。動けるわけがない。まずは尖りをやる。しかし、その考えは完全な間違いだった。さっさとあの世へ行け、神器外れが。尖りは前進しながらすでに振り上げていたのだ。しかし拓馬さんも武闘派。その一撃を受け止めてみせる。だが尖りはそのガードをものともしなかった。そんなもので俺のドスが受けられるか。そのまま強引に拓馬さんの胸を切り裂いたのだ。バカな、この怪我でこいつ住んでる世界が違う。ならば大竹。拓馬さんは一瞬の判断で標的を変えたのだ。
その瞬間、トガリが地面の粉塵を激しく蹴り上げる。させるかボケ。タクマさんの顔面に怪人が襲いかかる。おお、馬鹿げた脚力だ。しかし強引に発砲するも、大竹から大きく外れる。それと同時にトガリは、頭、移動させます。申し訳ないな。大竹を奥に持ち込んだ。逃がすか、ここで殺す。タクマさんは何としても大竹を取ろうとした。だが踏み込んだと同時、うわ、銃弾が飛んできてタクマさんの腹を貫いたのだ。タクマさんは激しく吐血する。なんだ今のは、いつ撃った。悲しいから手負いだとしても。調子乗んなよおっさん、もうお前に勝ち目なんかあるかい。トガリはあまりにも次元が違った。やべえな、もう致命傷か、こりゃ。しかしこの抵抗には意味があった。おら、トガリ、ここがお前の墓場じゃ。てめえがトガリか、よくも頭を殺したな。なんやと。そう、俺と野田の兄貴がギリギリで間に合ったのだ。次の瞬間、野田の兄貴が発砲する。帰りの小便が最速で死ぬのだ。おそれと同時に俺がドスで突っ込む。トガリ、腹かっさばいてやる。しかしトガリは、甘いんじゃボケ。血まみれの体でこれを受け止めやがった。転がっとけ小道具。すさまじい足払いで俺の体を転がせた。だが野田の兄貴がぎっきり距離を詰めていた。新作ロングアイスピックじゃ、止めれんのか。無駄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 。なんやこのわけわからん攻撃は、かわしにくいの。直後、なんと奴は連撃の合間を縫い、ただ突くしかない直線的や。カウンターを飛ばしやがった。蜂の巣にしたら。俺がチャカを構えたその時だった。なんとトガリ派の若手岸本が飛び込んできやがったんだ。トガリの兄貴、なんやこれ。遅いんじゃ岸本、頭逃がす、それが優先や。状況変わっちまったな、時間かかるぞこれ。そして何よりもタクマさんがまずい、あの血の量は時間がねえ。そして野田の兄貴は決断した。カブト、タクマさんを病院に連れて行くぞ。岸本、田中は死んだ、お前が車運転せ、柏逃がす。はい、わかりました。トガリ、お前も大滝も絶対殺す、首洗って待っとき。俺と野田の兄貴はその料亭を後にした。おもろいな、もう組、骨のある男まだまだおるで。すぐに闇医者に担ぎ込み、タクマさんは一命を取り留めた。助かったぜカブト、あんな化け物を相手にできるなんて本当に強くなったな。タクマさん、生きててよかったです。俺には肌でわかる、この戦争もピークを迎えている。きっと最終決戦も近い。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。